試作機を除いて、日本の自衛隊戦闘機製作で異例の契約形式。日本防衛省は、2035年に配備予定の次世代戦闘機の開発のため、日本企業一社と単独契約を結ぶ方針だ。同氏によると、日本政府は一社と次世代戦闘機開発、製造のための契約を締結する計画だ。今月中に関連事案を公表する見通しだ。契約する企業一社が全体の開発、製造を総括し、共同開発協力を行っている日米企業と協力する形となっている。試作機を除けば自衛隊の戦闘機製作では異例の契約形式だ。日本企業の戦闘機開発、製造能力向上につながると同氏は説明した。これまで航空自衛隊の戦闘機は米国産を輸入したり、米国の機種を日本企業がライセンス生産する場合が多かった。日米共同開発を掲げた会にも、組み立ては三菱重工業が行ったが、核心部分のエンジンは米ゼネラルエレクトリック GE 製造だった。日本の次世代戦闘機は2035年頃に退く会2の後続機だ。2021年度予算に開発費を上げ、2024年度には試作機を作る。艦船、地上に対する攻撃と空中戦などに対応できる戦闘機で、レーダーで探知するステルス性も備える。90機程度を製造する方針で、調達までに事業規模だけで5兆円を超えるという見解もある。日本企業が設計とともに戦闘システム、エンジンなど中核部分の開発、製造に当たる見通しだ。米国企業が協力して日米共同開発する見通しや、日本政府が単独契約する日本企業が全体の開発、製造を総括する。防衛省は近く契約を希望する企業を募集し、契約手続きを始める予定だ。年内に企業を選定し、年末には米国側と共同開発に合意して契約する。単独契約は業界最大手の三菱重工業が有力だ。日米共同開発部分で協力する企業としては、日本の川崎重工業、スバル、IHI が挙げられている。米国では、ロッキード・マーティン、ボーイング、ノースロップ・グラマンなどが候補に挙がった。日本の航空自衛隊の現在の戦闘機である F-35 も米国製だ。核心部分の技術は日本に非公開された。日本側は戦闘機の修理も自由にできない。戦闘システムは米国の事情に応じてアップデートされてきた。日本側からは運用の自由度が低い、日本の防衛産業技術が蓄積されていないといった不満が相次いだ。今回の戦闘機開発、製造を日本企業が全て引き受けることになれば、その後民間航空機に関連技術を応用できるようになると同氏は説明した。日本の防衛産業は独自の戦闘開発技術からかけ離れている。生産技術継承や最先端の研究開発投資が難しい。このため日本が戦闘機の核心部分を担当できるように契約せよという要求の声が高かった。ただ今年11月の米大統領選挙後、米国が再び米国製造を軸に開発しようと要請する可能性もあると同氏は指摘した。韓国の反応。三菱戦犯企業再生。戦犯国らしいね。三菱、楽しみですね。自動車の車輪は外れ、船は海の真ん中で真っ二つに割れる。飛行機は飛行中に翼分離機能を搭載するの。
三菱イコール戦犯企業。三菱は戦犯企業なのに、日本は反省をしないね。和光の技術、100% 和光の技術が失敗、FF35 の三菱免許生産組み立ても、米国の技術と噛み合わず、日本の和国、戦闘機開発 100% で滅びる。日本が、爆毛することを祈っています風が、メラメラと燃えているようだ。ボーボーの始まりだ。日本は戦争準備中、大韓民国内の和光は必ずなくさなければ、なりません。次世代戦闘機90機の開発が5兆だと、日本が現在、米国から105機の F-35 を注文したが、21兆以上かかるだろうし、105機以前に持ち込んだ F-35 を合わせても、維持費だけでも莫大な費用がかかるだろうし、どのようにして、海に航続機を開発して運用することが可能なのか、そこに、また維持費がかかるだろうが、日本はいくらお金が余っても税金なのに、めちゃくちゃですね。日本政府は未来を計算もせずに、やたらに課税するので、日本国民だけが税金を払わなければならないかもしれない。日本は、もうすぐ潰れるのに、オリンピック後失敗するって言ってたけど、その前にコロナで台無しになりそうだ。今になって90機の自国戦闘機事業が正しいのか、それとも F-35500機の戦闘機の充当が正しいのか。韓国産 TA-50 の性能が良く、輸出もしているが、苦労して開発しないでそのまま韓国から購入しろ。日本の武器開発は単価が高すぎて、戦闘機事業もほとんど止めて、F-35をとても高い値段で、全体140台余りを購買することで契約したようだが、大韓民国の KFX 事業がとても成功的に下試験に入ってきたので、焦りを募らせたようだ。最初は戦闘機の生産をしようとしたが単価が高くて、F-35を購買することに決めたようだが、大韓民国の状況を見ると違うと思ったようだ。安倍首相と親日行為の手先の頭上に玄武4を発射せよ。最近、日本人が暴れる理由は戦争だったね。我々は必ず KFX を成功させ、エンジンの自主開発に力を入れなければならない。